卵焼きにお塩入れた？ごめん、すぐ作り直す。いいの、ちょっと待ってて。何？よし、タンスの上や。これ。うん。乳がん？違うの？お母さんがそう言ったんか。でも変やろ、卵焼きにお塩を入れるなんて。元気もないし。疲れや、疲れ。ありがとう、のぼる。お水入れてあげる。うん。父さん、父が倒れて神経が参ったのね。でも嬉しいわ、のぼるを優しくしてくれて。胸が痛いん？胸？胸が痛いんか、しこりでも。なに、乳がんのこと心配してんの？違う違う、そろそろ3年目だからどうかなと思って。ここ触ってたからでしょ。うん、うん、違うやな。え、ほんま？ほんと。そんなんやったら僕神様なんか信じ、ママもお母さんも。は嘘をついていました。喧嘩はあんまりせん方がええな。警察から電話なんてびっくりした。すいませんでした。じゃあ帰ります。まだ寝てるやろ。はあ、ほな気ぃつけてお帰り。愛子は東京にまだ用があるさかい。はい、じゃあ失礼します。うん。あ、もしもし。あ、お前か。あ、愛子いる。愛子、お父さんから電話や。大丈夫ですか？愛子がいないって大騒ぎで。発作が起きたらこれがありますから。あ、あの愛子のお友達。はじめまして。もしもし。ほな、あのちょっとよろしいか。あの、悪いけどな。嘘。けどもう治ったって感じしたって言ってたのに。おかしいんや。それでお前ちゃんと聞いてみてくれへんか。お前やったら正直に。あいこ、30分お茶を飲みたいんですが。悪いけどな、今取り込んでるんや。10分でも。外で話してください。あのことやって、もしかしたら再発かもしれへんって。私に聞いてくれて。お邪魔しました。京都の地下鉄の工事少し遅れてるね。ええ、途中で遺跡が出まして。私は変わりましたでしょうか。うん？仕事に情熱を感じていないように見えますか？少なくとも言い訳をするようなことはなかったね。返事が聞きたいな。東京で会議がある。
家族は逃げたりはせんよ。やはり東京へは行きません。どうしたんや。そうか、しょうがないな。はい。おおきに。初めてやな、こんなことしてくれたん。せやった。うん、これが返事なんかな。バイバイか。僕はもともと君と結婚できるとは思てんかった。貧乏やしな。そうやないんよ。いいんや。陽一さんは好きや。田代さんも。あいつ男の俺でも好きやしな。シンプルでスカッとしてるもんな。指まではふわふわしてたの。お母さんが私を必要としてるかもしれへん。乳がんだって言われたのが1月で、先生のオペの都合で手術をしたのは2月の12日ですから、まだ。いや、1月の12日。2月です。ほら、節分の日に3人で豆まきしたじゃありませんか。妙子が鬼になって、あなたが悪い病気は外にって。そうだったね。いずれにせよもう3年になることは間違いない。ええ、本当に初期だったんですが。大丈夫だと思いますがね。ええ、どうします。私の知ってる総合病院の方で。すぐに返してください。帰るとは言わんでしょうが。静江、お前京都行ってきなさい。はい。野田さん。はい。入籍は今さら身勝手のようですが。あなた方が苦労をなさるだけです。何の苦労ですか。家族ですよ、私らは。そうや、京都へ来てくれはらしまへんか。京都へ。そうです、みんなで暮らしましょう、京都で。私は東京が好きです。しかし妙子には帰ってきてもらいたいが、病気だったら私たちに何ができるか。うん。ただいま。30分の約束やで。もう2時間も経ってるやないか。ごめんなさい、お母さんに電話してた。あ、そうか。で、何やって。これから東京へ来るって。こっちへ来るのか。で、病院行くって言うてたか。うん、おじいちゃんのお見舞い。ニューヨークのこと聞いたんか。もちろん聞きました。なんて言ってました。妙子笑ってました。私ちょっと出かけてきます。どこ行くんや。ちょっと人に会いに。お母さんが来るまでここにおとなしくいなさい。お母さんとは夜会う約束をしました。仕事の面接に行ってきます。悪おったということは。だいぶ悪いんでしょうね。うん。今日顔色悪いですね。うん、ちょっと寒いの。おいでやす。おいでやす。この頃信子さんずっとお休みですけど。そうね、支店を出す計画があるから忙しいんでしょう。代理女将ですって。え、おばちゃんが妙子さんを呼んでくれて。そうですか、すみません。もうすぐ成人式やね、愛子ちゃん。ええ、三十三間堂のお通しはいかはんの。ええ、でもドキドキしちゃうわ。そうやろね。当たったら泣いてしまうかもしれへんわね。おいでやす。おいでやす。綺麗。今呉服屋はんが来てあんたに選んでもらおう思って。あての趣味は古い栄えに、もし愛子が来とうな言われたら困るしな。なあ、どれがええやろな。みんな綺麗で。早いですね、20年なんて。ほんまやな、あっ
っという間やわ。吉村さんが三十三間堂の投資屋で泣くなんて言うからその時のこと考えて涙が出そうになって。妙子さん、はい、この家から出ていくことは許さしまへん。絶対にずっとこの家にいてておくれやす。の目を見とくれやすな。ほんまに心からこの家にいてとくれやす。ありがとうございます。もし再発したらあてがあんたの看病します。そやさかいにずっとあてらのそばにいてとくれやす。おきに。ありがとうございます。50歳以上の方々に大好評、住友の50プラスアカウント、手数料なしのチェッキングアカウントにプラス、各種サービスが無料でご利用いただけます。プラス定期預金口座を合わせてオープンしますとボーナス利息がつきます。プラス今ならご覧のコインファクトリーバンクもプレゼント。さあ早速お始めください。住友の50プラスアカウント、詳しくはお近くの住友銀行の窓口で。メンバー FDIC。 今日伝統の味作りは朝早くから始まる。祖母から母へ、母から子たちへ、味作りの心は今に受け継がれてきた。伝統の心がここにも生きて、今錦がうまい。あの、え、何？うん、なんでもないよ。自分のことばっかり考えてる。うめえなこれ。おいしい。おいしいよね。おいしいって言われたい気持ち、愛されたい。満場本みりん。みりんいろいろ味の世界を広げます。満場みりん、味みりんもよろしく。コーラちょうだい。かしこまりました。パリのお店のこと嬉しいな。君やったら間違いなしや。いえ違うんです。違う。ほなおじさんのことが好きやとか。私をお店で使っていただきたいんです。あ、富先生ですか。野田です。大変ご無沙汰してます。ええ、元気です。明日病院にいらっしゃいますか。ちょっと気になることが。ええ、妙子は手術を受けた大学病院の医師に電話をしました。ええ、多分ダメだろうという予感がしていました。はい、今さら千枚漬けやすぐき漬けのことを勉強する必要ないやろ。いえ、私何も知らないんです。お漬物あんまり好きやなかったし、ずっと亡くなった母が。そうやったら長秀で勉強したらええのと違うか。家では甘えてしまうんです。修行がしたいんです、厳しく。僕は四代目みたいに厳しい仕事せえへんで。でも味は山越さんの千枚漬けの方が上ですから、そう思いませんか。そんなこと言うたらな、京都中の漬物屋の旦那衆から袋叩きや。僕はまだ若造やし。でも山越さんの方が美味しいです。悔しいですけど。それは君の口に合うてるだけや。おじいちゃんは味覚が衰えました。やっぱり歳で舌が鈍くなったんです。山越さんの秘伝を盗みたいとかそういうのではありませんから。
私は他の人にお漬物を教えていただきたいだけなんです。そらあかん。どうしてですか？おじいちゃんが怖い。私の問題ですし。甘やかしたら甘やかした、ほな普通の従業員みたいにビシビシ仕込んだらいじめた。堪忍して。私が勤めているのを黙っていたら京都やで、すぐにあっという間へ。悪いけどほんま堪忍して。お願いします。私真面目に働きますから。お、あれ山口さん。よう守る。なんや。いや、京野菜を守る会に時々乾杯してくれはるやん。知り合い？ええ。珍しいな、東京で会うやなんて。ねえ。今晩飲もうか。あ、そうか。邪魔か。いや、夜新幹線で帰るんですよ。愛しい京野菜が主人の帰りを待ってるんですよ。そうか。えらいな。え？ああ。ねえ。こいつはええやつや。推薦する。ほら。はい。じゃあ失礼します。うん、あ、社長。今度議員おごって。君はな、酒癖悪いからあかん。ほら。自分の方がよっぽど酒癖悪いくせによう言うわ。頭に来て取引断ったわ。偉そうにスーパーの仕入れ課長が出てきてな、毎回決まった金額で京野菜を提供しろやて。そやから言うてやった。農業は博打なんや。あんたは何も分かってん。目丸してたわ。あ、水でいいです。あ、いや、コーヒー嫌いやし、いりません。あ、じゃあアイスクリーム。はい。水だけ10円で飲ましてくれたらいいのにな。陽一に何て言うたんや。おたやろ。どうして、どうして私が東京にいるから大手恋なんてそんな余計なことしはるんですか。俺あいつを愛してるから。愛してるて。友情。あいつが苦しんでんのを見てられんのや。私帰る。陽一なんて言うたんや。あなたに関係ないでしょ。陽一はええやつや。結婚しはってくれ。余計なお世話。ただいま。お帰り。あ、お兄さん来てはった。あ、登る、塾は？もう終わった。ちゃんと行ってるから心配せんといて。自信がないんやて。ね、登る。僕絶対に受からへん。こら。あーちゃん、すぐお父さん怒らはんねや。登る、あんたものすごい力やの。おばあちゃん痛いわ、もう。ごめん、そら毎日漬物石持ち上げてるんやで。中学卒業したら僕は中秀継ぐから、あと3年我慢してや。大きいに。しょうがないな。もう一つ受けるか。一つでええの。一つで中学校にそのお金使うことあらへん。今の教育はお金を使わんとあかんのや。それは間違いや。落ちたらあんた普通の中学行ったらよろしがな。だいたいこの子は勉強好きな方やないの。なあ、のぼる、いずれはこの中秀で継いでくれんやわね。うん、僕のつけた千枚漬けをおばあちゃんに食べさせてあげる。お母さんは？うん、まだ電話がない。心配やわ。うん。あ、どうしたん？今日太鼓さんの誕生日やろ。そうやったな。あら、お祝い何も言うてへんがな。あかんな、好きな人のお誕生日忘れるなんて。僕お母さんのプレゼント買ってこよ。ええさかい勉強しなさい。もう。すっかり懐いてよかったわ。ヤギ座か、妙子さん。怒るとすごいのよね、ヤギ座って。ユキコは8月3日か、獅子座が。気を使わなくてもええわよ。そういうわけやない。着物見てたらユキコを思い出した。15年彼女が育てたんやな。でもお姉ちゃん喜んでるんやない。妙子さんええ人やもの。のぶちゃん、
ほんまに備えを持ってくれるか。え、そうか。あのな、お金であげたいのやけども。私何もいらんわ。いや、そうやないの。縁を切るとかそういうことやないの。身勝手なことかもしれまへんけども、妙子さんを一郎の嫁にと思ってます。あんたにはお願いばっかりして、辛い思いをさして堪忍しとくれやす。何にもいらんわ、ほんまに。店を持つ時には銀行と相談してうちの方でさしてもらいますけどな。なんやこう決まりがつかんような気がして。私も何とも思てへんわ。受け取ってんのぶちゃん。これ理長の壺でしょ。高いんでしょ。のぶちゃん、お願いします。マスコから信子への決別でした。いつも通りでよろしいでしょうか。ええ、お任せします。何でしたっけ、野田さん京都で全然来てくれないから忘れました。冗談です。肉はミディアムレア。はい、愛子は同じでいいです。かしこまりました。歌いますよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアお母さん、ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。かわいいな。歌もうまいんですね。聞いたことありますか、お母さんの歌。音痴ですよ。まあ、いや、ガチで。はい、失礼いたします。あの人、かなりのプロですね。あら、よくわかるわね。あなたはこの間ここで会った時に比べると随分成長したわね。もう半年近く経つんやね。そうね、もう大丈夫でしょ。大丈夫って？うん、京都の家族大丈夫でしょ。でもまだ登るかって、おばあちゃんもますます年取るし。登るが合格するしないなんて大した問題じゃないもの。あの子は立派な子だから、あなたより安心だわ。でもお父さん、お父さんは泣かはるわ。うん、私あの人嫌い。どうして？男っぽくないもん。樽を知らないのよ、確認知足ってあんのに。家庭の楽しさとか温かさはたまに感じるから、こうギュッとしみるのよ。毎日私や愛子や昇の笑顔に浸ろうなんて、それよりももっと仕事しなさいって言いたいわよ。あ、お父さんが負担なんや。それもあるのよ、私結婚したくないの。誰とも？そう。どうして？ん？失礼します。これ私からです。いや、ありがとう。いいえ、お料理の方はもうしばらくお待ちください。乾杯する？ええ。どうしてしたくないの？結婚。私愛情っていうのはね、例えばお腹がとっても空いてる時におにぎりが一つあって、本当に好きならそれを好きな人にあげることができる。たとえ自分が死ぬようなことがあってもそのおにぎりをあげることができる、そういうもんだと思ってんの。ええ。でもそれは無理でしょ。無理とは思えへん。そう？私はそういう人やなかったら結婚しとうない。母が初めてタバコを吸うのを見ました。乳がんの再発、もしかしたら。
学を突き詰めれば自然に帰るという、酒も極めれば自然に帰る。大関は自然のままを大切に、伝統の技で美味しい酒造りにこだわり続けます。大関。この番組は JFC インターナショナルグループ、歌手住友銀行の提供でお送りしました。今日も少し量が違うみたいね。うん、でももう大丈夫さ。バジー理論応用のナショナルの炊飯器、お米の量、水加減を正しく判断、微妙な調整が理想的なご飯を炊き上げます。しかも炊き込み、おこわ、高速炊飯機能、さらに13時間タイマー付き、ナショナルです。お腹がすくとお船を思い出すの。磯船ジャパンセンター、磯船バーリンゲーム。マイレージプランと大阪への直行便が便利なユナイテッド、シリコンバレーサンノゼからのアメリカ、きめ細かいサービスが定評の JAL、 旅の目的に応じ的確で信頼のサービスをお届けする将軍トラベル、帰国呼び寄せ、今ご覧のお値段で。釣った魚を河原で焼いて、その香りがはあたまらないよ。ヤマサ醤油は香りも売り物です。ヤマサ醤油、発売元は細田ブラザーズです。アパートのレントから不動産の投資まで、日本人スタッフが親切にお手伝いいたします。あらゆる保険、不動産に関するすべてのご相談は、北カリフォルニア日系社会最大信用の T 岡本エンドカンパニーにぜひどうぞ。これすぐやってくれる？今度ご馳走するからさ。あなた口ばっかりじゃない、みんなそう言ってるわよ。あなた口ばっかりじゃない、みんなそう言ってるわよ。ほらほら、うまい店あるじゃないの。うまい料理がくるくる回る、みんなまとめて面倒見よう。ハウス・オフ・カティ。反省したサルコーは心からカニさんに謝りました。早速柿の木に登って、豊かな心を育み世界を広げる贈り物。スポーツ障害、むち打ち症、腰痛などでお困りの方は自然治療のカイロプラクターへ。サンホゼヤオハンハス向かいの番先生なら日本語で OK です。沿道運輸は安全確実に大切な引っ越し荷物をドアトゥードアのサービスで配達いたします。世界を結ぶ沿道運輸、海外国内の引っ越しは経験豊かな沿道運輸までどうぞ。富士込みサタデー、何でも情報。もうすぐ夏休みがやってきます。今年の夏休みは子どもたちにピアノのレッスンをスタートさせたいと思っていらっしゃる方たちに耳寄りなお知らせです。北カリフォルニア唯一のヤマハピアノ特約専門店、ヤマハペニンスラミュージックセンターでは、6月14日の日曜日から21日の日曜日まで、ウェバーピアノ、品質バリューともに世界一を誇るヤマハピアノ、アップライトを中心としたサマー特別セールを行います。中にはアメリカ滞在は短期間なので、ピアノはレンタルした方が安いと思っていらっしゃる方たちも多いことと思いますが、サマースペシャルセールでお買い求めになられますと、3年間のレンタル料とほぼ同額です。便利なペイメントプラン、また90日以内のお支払いには利息がつきません。日本で購入するよりぐんとお得なヤマハピアノ。北カリフォルニア全体にサービスをしております。ピアノと思われた時にはぜひサンノゼのヤマハペニンスラ
ミュージックセンターにお越しください。ヤマハペニンスラミュージックセンターは八尾藩から南へ 1.5 マイル861サウスウィンチェスターです。In January, they were faced with a staggering inventory overload. In February, serious illness in the family severely hampered operations. In March, heavy storms caused expensive damage. Now, Galleria Defarge must raise cash. Every handmade imported rug is marked down for quick sale. Investment quality rugs at warehouse prices save thousands. Over 10,000 rugs are marked down. Galleria Defarge, 1199 Broadway in Burlingame. Take 101 to the Broadway Burlingame exit.三ノ瀬東京、信頼で結ぶノンストップアメリカン、きめ細やかなサービス、日本の心でおもてなし、本格的な日本食も、特にファーストクラスとビジネスクラスのお客様には最高のくつろぎの場としてクオリティサービスを提供しております。三ノ瀬国際空港と東京成田間を週6日ノンストップで結びます。快適な空の旅なら迷わず選ぶアメリカンエアライン。近鉄インターナショナルサンフランシスコ店30周年、三ノ瀬1周年を記念し、会員制旅行クラブキップスを発足いたしました。キップスの会員になられた方には航空券、パッケージ旅行のお買い上げ金額に応じ50ドル、75ドル、100ドルの旅行クーポン券を差し上げます。入会金回避は無料。さあ、あなたもキップスのメンバーになって旅行クーポン券をもらおう。詳しくはご覧の近鉄インターナショナルへ。Thank you. Congratulations. I love you. Flower Girl. Dr. Won でイメージチェンジ。メガネのおしゃれをしませんか？歯の治療ならサンマテオの鈴木歯科へ。日本語でお気軽にどうぞ。ケント・マサの寿司ハウス。Palo Alto Town and Country Village。おかげさまで15年、感謝の大セール中。おしゃれでお買い物上手なあなたの今年を見逃す手はない。ジャパンセンター長野ファーズ。どこよりも安い価格、どこよりも行き届いたサービス、トランスパシフィックオート。中古車は安心の1ヶ月保証付きです。日本に車を送りたい方、輸出から車検まで一貫したサービス、新車中古車日本送りもトランスパシフィックオートにどうぞ。札幌一番カップラーメン、おい、ついに出ました、アメリカ生まれ札幌一番カップラーメン。オリジナル、ビーフ、チキン、シュリンプと4つの味が楽しめます。定評ある麺と味わいのあるスープのコク、これが今評判の札幌一番カップラーメンです。美味しかった。みんなのふるさとが揃っています。長年の関東情熱で昔ながらの美味しい手作り豆腐をお届けしているサンホゼ豆腐。ランチディナーは人気のコンビネーション。懐かしいお国なまりも味わってください。岡山レストラン、取れたてのフレッシュな野菜やフルーツ。日曜日の朝はファーマーズマーケットも。美しくなった三個税日本町。ところでうまい、キリン一番搾り。スプリントは今、その優れた品質とサービスにおいて世界中に知られています。もしもし。もしもし。元気？ああ、元気？東京はどう？ただいまスプリントはスプリントワールドプランを実施中。日本、韓国、香港などへのデジタルネットワークでの通話がなんと 20% もお得になります。しかもこのプランに加入すれば嬉しい100ドルフリーボーナスプレゼント。さあ、今すぐスプリントワールドのトールフリーナンバーに日本語でお電話ください。
戦国時代といっても日本全国毎日のように戦をしていたわけではなかった。京都など一大消費都市を中心に地方との人の往来、商品の流通も多くなり、大名の商業政策もあって経済活動は徐々に活発になっていた。そういう中で特に堺は商業都市として発達し、海外貿易においては日本一の規模を誇っていた。当時堺を訪れた宣教師ガスパル・ビレラは本国への報告書の中で、堺は甚だ富み、住民多数にしてベニスのごとき政治を行えりと書いている。その頃のベニスは新大陸発見や希望法周りの海上航路発見で急速にその力を失っていたが、地中海貿易を中心として一時は世界一の商業都市であり、共和制による自由都市でもあった。堺もエゴー州という組織によって自主的に町を運営し、周囲に堀を巡らせて大名の支配を拒否していた。いわゆる自由都市である。当然信長にも興味があったはずである。信長。この番組は皆様の食卓にいつも真心を込めてお届けするノースアメリカングループ、くつろぎの空の旅を約束する JAL、 お米の国のお米だもの国宝ローズ野村商会、真心で信頼と安心の旅をお届けします米国日通旅行、喜びの酒焼竹梅宝酒 USA、豊かな暮らしを目指してユニオンバンク、以上のスポンサーの提供でお届けいたします。コンピューターに管理された
最新の整備技術。でも最後はやっぱり自分の手で仕上げます。私たちは快適さを追求するもう一つの JAL です。日本中どこへ行っても生えている草、その名を尋ねた文豪がいた。稲である。黄金色に輝き垂れる稲穂、日本人の源を目で見心に感じる。この艶、この粘り、お米の国のお米だもの。国宝ローズ。うまいんだなこれが。粒よりバクが 100% 新しいモルツ。うまいんだなこれが。粒よりバクが 100% 新しいモルツ。四季折々の日本の味、そこに欠かせないヤマキの出汁、舌にのせてうっすらとまろやか。カツオパック、上質のカツオ節が原料の出汁の素。カツオ節をたっぷり使ったつゆ、めんつゆ。風味豊かな自然の味、ヤマキの味。この頃、都は三好長慶や松永久秀によって支配され、将軍足利義輝は彼らの力に屈していました。恐れながら申し上げ奉りまする。それがし尾張の国は清須の城主織田信長にござりまする。こたび尾張守護芝吉宗様あやめし者ども打ち果たし、尾張国内に吹き荒れし、戦の風沈めましたることをここにお知らせ申し上げ奉りまする。信長とやら。はっ。良きことされた。はっ。今日よりますます幕府に忠節尽くし、この世の乱れ正すよう努めるのじゃ。はあ。信長。はあ。そちの忠義将軍家におかれてはことのほかお喜びにて、後ほど褒美使わされるであろう。はあ。恐悦至極に存じ奉りまする。若いのに関心なことじゃ。この三好長慶からも褒美使わす。はあ。それにしてもなかなかに色鮮やかな着物じゃの。はあ。の松永。はあ。都より尾張の方が派手めのようじゃな。そのようにござりまする。そのうち都でも流行ることであろう。はあ。見過ごしに良きことされたと仰せになったのじゃ。将軍家が直々にこのわしに声をかけられたのじゃ。良きことされた。え、
良きことされたと仰せになったのじゃ。肺がんの栄養を賜ることできなかったが、ああ、今日の漬物はうまい。いやいや、将軍家もご苦労が多そうじゃ。その方たちも酒ばかり飲まずに将軍家のご苦労を思え。お住まいも荒れておる。尾張に戻ったら将軍家お助けする手立て、何か考えねばなるまい。聞くところによると、信長殿は京都、奈良、大阪を回った後、堺を見物に行かれたそうです。そこで信長殿は噂に聞いた商業の町、堺の活気あふれる力強さを見たようです。そして信長殿は都から戻ると、岩倉城を攻め、ついに攻め勝って、神四軍守護大織田信方を降伏させました。晴れて尾張を平定したのです。その秋、新しく来日したビレラ神父とロレンソを修道し、そして若いキリシタンのダミアンはトルレス神父の要請により、都での布教許可を得るため豊後を立ちました。3人は日本人に違和感を与えないように着物姿でした。まったく何日降るつもりかの。この度も考えもんでございますな。いや、10日も足止めされるとは。こんなことなら街道行けばよかったと後悔してますが。まったくですな。皆様少々お聞きくださいませ。手前ただいまこの近くのお宮さんに参りまして、明日までには天気になりますように御子様にご祈祷をお願いしたいと申しましたところ、快くお引き受けいただきまして、つきましたが皆様から同棲1枚ずつご祈祷料をいただきまして、お祈りをお願いしたいと存じますが、いかがなもんでございましょう。それはよろしゅうございますな。もうこれ以上待てませんの。同1枚でよろしゅうございますな。では私も、電話急いでじゃ皆様からいただくんじゃ、よろしゅうございますな。お三方はご一緒でございますか。はい。では同一枚お願いにございます。誠に申し訳ございませぬ。我らはキリシタンにございますれば、どうぞご容赦くださいませ。キリシタンか何かは存じませぬが、そなたたちも一つの船に乗るからには雨やむようにお祈りするのに異存はございますまい。はされど我らは神ゼウスにお仕えする身にございますれば、この世のすべては神のお力のうちにあると信じておりまする。よって異教の神々にご祈祷料を出すわけにはいきませぬ。お許しくださいませ。いや、他の方たちは皆様お出しになられたんじゃ、そなたたちだけ出さぬのは困りますな。容易ではないか。出さぬ者は船には乗れん。この地に置き去りじゃ。どうせんは出しまする。されど悪魔が作った神には出しませぬ。船の椅子にはあげまする。はい。南蛮人が日本の言葉を話すとは無礼なやつじゃ。日本の神を悪魔が作ったとはどういうことじゃ。この地に置き去りにすればよい。申し上げます。こちらにおられる方は天竺よりはるかに遠い西南蛮から必死の思いで来られた方にございまする。よっていまだ日本について多くのことを知りませぬ。どうぞご無礼がございましたらお許しくださいませ。ただ我らは神デウスを信じ、その御心を日本に広めようとしておりまする。
そのためなら命捨てることいといませぬ。我らは皆様に神デウスのお恵みありますよう祈りまする。皆様方の旅が無事でありますよう祈りまする。我らがこの世に求めているものは争いなき平穏でありまする。怒りは憎しみを生みまする。悲しみは不幸を招きまする。我らはやかましいぞ。バテレンの先棒担ぎが知ったほうなことをくだくだ申すな。申し訳ございません。そなたに良き明日巡ってきますようお祈り申し上げまする。今川義元動き出したと。はっ。我が手の者駿河より戻りて申すには、今川義元いよいよ兵へ動かす気配にて、先方は遠江からこなたに向かって一昨日動き出したとのことにござりまする。してその数は。はっ。しかとは分かりませぬが、かなり前から出陣の支度していたとの噂はありて、駿河遠江三河の軍勢とならばその数3万にも達しようと思われまする。3万は。今川義元が元三国力合わせればあながち多い数ではござりませぬ。駿府ではもっぱら4万と噂されておるとのことにござりまする。話半分としても2万か。は。一大事にござりまする。まずはこれより我が方の備え申し上げる。今川勢我が国に攻め入ってくるときは、この鳴海城大高城を足がかりにすること明白にて、以前よりその近くに砦を築き備えておった。改めてその人数などを申し上げる。まずこの丹下の砦には水の立脇以下兵およそ300、次に鳴海の城を孤立させるため善照寺砦に佐久間信盛と兵300、中島砦には梶川高秀と兵350、また鳴海城と大高城を行き来できぬよう鷲津と丸根に砦作り、鷲津には織田玄馬と兵300、丸根砦には佐久間森重と兵500が入っておる。よって親方様率いる本隊はおよそ2000、以上我が軍勢合わせて約4000にござる。今川の軍勢3万とも4万とも言われておるが、恐れるに足りずじゃ。我らは尾張制した。今川義元がごとき古田の木に負けません。申すことあるものは今のうちに申せ。戦い数までこのように集まることできまい。よって必要なることはこの場にて申せ。佐久間森重お願いの儀ござりまする。うん。それがしの丸根砦で一番国境に近く、まず最初に今川勢と出会うことになりましょう。よって我らが力ことのほか強きことを示すため、
飛び道具より多くお与えくださりませ。まずは鉄砲あと50、弓も100ばかりいただきと存じます。内藤、あ、本隊の者森重に分け与えよ。林殿、いかがにござる。あ、弓100は都合できまするが、鉄砲50というのは少々無理な数にて、30が限度でござる。おお、鉄砲30いただければ我らの者と合わせて80になりまする。80の鉄砲を一度に火吹けば敵も恐れなしてなかなかに近づくことできますまい。まずは丸根砦にて十分に敵疲れさせまする。お願いござりまする。この柴田勝家に馬に乗りたる者200ばかりお与えくださりませ。さすれば三河国境にて今川勢待ち伏せ、夜討ち朝掛けの奇襲をもって敵を痛めまする。本隊からは人は分けられぬ。敵は3万とも4万とも言われておる。それに控え我が本隊2000数百よって一兵たりとも無駄にはできぬ。この戦、敵の動き見えた時初めて始まる。それまで本隊動かぬ。今川勢三河国境へ越え、我が尾張に入るまであと3日ある。3日あらば必ず良策生まれる。バランス。 An instinct from birth, refined to exquisite skill through practice and dedication. A technique to apply to all aspects of life, physical,mental, material. Providing financial balance in your life is our job. We're Union Bank. 白と赤。日本人はこの2つの色使いを大切にしてきた。白は純白、神の色。動き、跳ねる。赤は人の色。2つが結び、限りない命が生んだこの艶、この粘り、お米の国のお米だもの、国宝ローズ。見せられて翼が好きだった。私たちは快適さを追求するもう一つの JAL です。冬に待つ、春に梅見て、夏は竹、秋は実りで四季祝う喜びの酒、松竹梅宝。機嫌よき日のようじゃな。今川の軍勢押し寄せてくるとのこと、気晴らしになりまする。そうじゃな、戦で戦えて死ぬるは本望にござりまする。死にはせぬ。されど万がいつの時を迎えてこの基地を生き恥はさらしませぬ。そのような覚悟いらぬ。今川ごときにこの城指先たりとも触れさせはせぬ。安心いたせ。それに道三殿が敵討たねばなるまい。そしその約束必ず果たす。
それまでわしは死なぬことにしておる。日に日に重くなるの。はよ大きくなれ。大きくなって太刀振るうのじゃ。戦で暴れるのもまた楽しきものぞ。よう眠っておる。さすがわしの子じゃ。なかなかの美男じゃ。して、こたびの戦いかなることになるのでござりますか。わからぬ。そちもよう存じておるように勝つこともあれば負けることもある。戦は時の運じゃ。何を考えておる。いえ何も。そちはわしの宝じゃ。この信長の嫡男じゃ。それを忘れるな。そちはこの奇妙な母じゃ。大事なるそちたち残してむざむざ死ねようか。必ずや生きて戻る。はい。今川勢あと三日もすれば現れる。さすればすぐさま出陣せねばならぬ。そちもよう存じておるように出陣の前三日は精進決裁して女子に近づかぬのが武士の習い。戦終わるまで会うことできぬ。よって今申しておく。いかなることを起ころうともこの後共に生きる道探すのじゃ。よいな。はい。そちならできる。ブーン、お祈りいたしまする。申し上げます。国境に三河の兵集まり始めております。また今川の先鋒は掛川に達したとのことにございまする。その数およそ5000。こたびの戦多勢に無勢勝ち目ござりませぬ。よってこれにて今生のお別れにござりまする。長きにわたる親不孝どうぞお許しくださりませ。負けと決まったわけではありませぬ。そなたの力もってすれば勝てぬ相手などおりませぬ。敵は30000、我が軍勢わずか40000。いかなる手立てありましょうや。まだ3日ありまする。考えなされ。必ず良い手立て思いつきまする。そなたは今尾張を平定し多くの者を従えておりまする。戦となればそなたが頼り。そなたの手の中に尾張一国の命ありまする。戦う前から負けていて親方の役目果たせましょうや。思い出しなされ。そなたは親方になりたいがため今日この日まで戦ってきたのではありませぬか。信行に
手かけたこと忘れてはなりません。何のために信行が命奪ったか思い出しなされ。それが死ねば信行が恨み晴らせまする。違いまする。信行が死を大事にするよう申しておるのじゃ。そなたが死ねば信行が死無駄になりまする。そなたが信行の分まで生きて初めて信行浮かばれまする。さもなくば信行が哀れじゃ。生きなされ。おさらばにござりまする。聞くところによると、それからの数日間清須の城は静まり返っていたそうです。そして5月17日いよいよ今川の軍勢が尾張に現れました。吉本から見れば尾張は小さな国だったようで、勝ち戦を疑っていなかったそうです。内藤様、このまま動かず座して死を待つのでござりますか。敵は目と鼻の先まで来ております。誰が座して死を待つなどと申した。親方様のお下知なくば動くことできまい。第一、備えるべきことは万事備えた。あとは敵が動き出すのを待つのみじゃ。先手必勝にござる。軽挙猛動とも申す。信綱様、親方様に権上下され、今のうちに動かねば時逸します。時はすでに逸しておる。それに本隊2000でいかなる戦いするのじゃ。されどこの数で籠城終わってきませんぞ。今川勢田植え終わっての筋にて3ヶ月は居座ることできまする。柴田、騒ぐな。申し上げます。佐久間森重様よりご使者参りました。通せ。申し上げまする。今川の本隊くつかけに至り本陣張りましてござりまする。また
佐久間様手の者調べましたるところ、今川の軍勢先方本隊合わせておよそ16,000〜17,000とのことにござりまする。その数確かか？はっ、二度三度と数えましたことにて間違いないものと存じまする。ご苦労。はっ話半分とはまさにこのことじゃ。30,000〜17,000ではお違い、朗報にござる。17,000とて喜んではおられん。我が本隊2,000の約10倍じゃ。されど17,000なら多少暴れることできまする。そうじゃ、打って出て正気つかむことじゃ。内藤殿、親方様をお呼びくだされ。間もなく戦いが始まりまする。まずは佐久間守重守りしこの丸根の砦、それに信盛がおるこの善照寺砦が攻められましょう。放っておくわけにはまいりませぬ。我ら敵の背後をつきまする。申し上げまする。大高城へ兵糧を運び込む松平元康殿が軍勢敵に襲われ戦いにやっておりまする。松平元康、死ぬわけにはいくまい。それとも死んで人質の暮らしから逃れるか。他の神は他のあぜに立っている。他に静まり笑っている。他に豊作をもたらす神々。美味しい米を豊かに受け取る祈り。日本人の暮らしと心をここに見る。この艶、この粘り、お米の国のお米だもの。国宝ローズ。より華やかに、より鮮やかに、日本の喜び満たします。喜びの酒、松竹梅。宝を追求するもう一つの JAL です。山ちゃんのうなじんの山印味噌が自信を持っておすすめ。山印完熟、粒よいの大豆をじっくり寝かせてコクのある天然熟成。山印完熟、さっぱりとした風味で好評の白味噌も新パッケージで登場。うん、山ちゃん。
山印味噌、山泉味噌、金正味噌は化学肥料や農薬を使わずに自然栽培された有機農法大豆を使用しています。山ちゃんは皆様の健康を考えます。ついてんやめよ。やめるのじゃ。いかがなされました。たとえ気をもってしてもこたびの戦どうにもならぬ。敵は大軍じゃ。いかに勝つかではなく、いかに死ぬるか考えるだけじゃ。敵は勝つことのみ示すものではござりませぬ。ただ天道の示すところ、心すまして聞くものにござりまする。死ぬるに天の声などいらぬ。死は我が身のことじゃ。人は天より命授かり、死して地に戻りまする。そしてまた天に昇り、別の命授かり、生まれ変わりまする。よって人生きるは天と地の間生きることにござりまする。死は天のものにて、親方様だけのものにはござりません。こたびの戦も同じこと。天が親方様の死望まねば、親方様は死ねません。天はわしの死を望んでおるやもしれぬ。親方様。それがしの目をご覧くださりませ。もうよい。ご覧くださりませ。それがしの目の奥ご覧になりて、それがしを吸い込むようお願い申し上げまする。このようなことしていかがするつもりじゃ。ご覧くださりませ。それがしの力すべて差し上げまする。しっかり見られよ。何もお考えあるな。我が目の奥に美しき流れの源をお探しくださりませ。お思いあらば見えまする。見たもの吸い込みなされ。
を超えさせるな。申し上げます。うん、ただいま使者参り、丸根取りで鷲津取りで今川勢に攻められているとのことにござります。ついに始まったか。出陣の支度いたせ。はっ。死のごとくない大学森重じゃ。足軽の後ろに隠れる三河の猿め、太刀を持って勝負いたさ。よう戦った。一生を終えて滅せぬもののあるべきか。さらばじゃ。常よき年へ長いぜ。行くぞ。
では皆さん、アテブレーベ、オブリガード。管理された最新の整備技術でも最後はやっぱり自分の手で仕上げます。私たちは快適さを追求するもう一つの JAL です。この番組は皆様の食卓にいつも真心を込めてお届けするノースアメリカングループ、くつろぎの空の旅を約束する JAL、お米の国のお米だもの国宝ローズ野村商会、真心で信頼と安心の旅をお届けします。米国日通旅行、喜びの酒小竹梅宝酒 USA、 豊かな暮らしを目指してユニオンバンク、以上のスポンサーの提供でお届けいたしました。一番搾り、嬉しい。私たちが地球に住んでる以上、地球の情報を知りたいと思うのは当然のことです。でもやっぱり出費は家庭にとって深刻な問題ですよね。読売新聞衛星版は長期で申し込まれるほどお得なディスカウントプライス制を採用し、どこよりも安い料金で最新の地球の情報を皆様にお伝えしております。マイレージプランと大阪への直行便が便利なユナイテッド、シリコンバレーサンノゼからのアメリカ、きめ細かいサービスが定評の JAL、 旅の目的に応じ的確で信頼のサービスをお届けする将軍トラベル、帰国呼び寄せ、今ご覧のお値段で。雨にも負けず風にも負けず、何があってもヤマトなら任せた安心、黒猫ヤマトの引っ越しサービス。ご用命は589-0270 までどうぞ。アメリカの運転って結構簡単ね。道が広いからね。その次の角を左に曲がって。はい。ああ、右。何よ、今左って言ったじゃない。ここはアメリカだよ。右が通過でしょ。ジョイドライビングスクールさん、助けて。The more the men's warehouse shops the competition, the better we look. Our price.$295. Emporium, $395. Our price, $290. The Bond, $450. Our price, $290. Macy's, $380. From city to city, the same manufacturer suits are less at the men's warehouse. I guarantee it. To be connected to the men's warehouse nearest you, call 1-800-300-SUIT.この番組は西本貿易グループの提供でお届けいたします。大いなるナパバレー、光と風が舞い、水あくまでも澄む、選ばれたカリフォルニア米を磨き上げ、ここナパで生まれた清州白山、爽やかな味と香りに酔う添え、中、止め、三魂の酒、ここナパからフレッシュな旨味、清州白山、江南みりん、西本貿易より好評発売中。はあ、なんだかお腹空いちゃったわね。夜食食べていかない？賛成。まだ太っちゃいいじゃない、少しぐらい太ったって、うん、あ、ハワイユちゃんの彼氏ってそういうことうるさいんだ。
なこと言うの？まあね、くだらないわね。別れちゃう別れちゃう、そんなやつ。別れっか、夜食食べた方がいいもんね。行こう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 。あそこ。あっ、くっしょ。小春姉さん。やめろ、やめろ。どうしたあっちです。あっちやねえな。え、私たち突き飛ばしてあっち行きましたから。よし、もう急い。よかった、はしごが。大丈夫ですか？大丈夫。あれさん、あいつらきっと戻ってくるよ。どうしよう。絶対待ってるよ。ねえ、ね、田代先生とか、ここあれ、出てるちょっと、ほら、出てきた。あいつ、あそこ。とりあえずこんなもんでいいだろう。ありがとうございます。何の丸だ。命の恩人なしのよ。うっせえ、警察に言ったらこいつ殺すぞ。冗談じゃないわよ。私たちあんたのことを命がけ助けてやったんだからね。警察なんかに連絡してるわよ。ほんとよ、話しなさいよそれ。お前警察とヤクザと両方から追われてんのか。ろくなもんじゃねえな。なんだと。ほら、暴れんじゃない。傷口によくない。香りとうまさが生きている。生酒のまろやかさと喉越しクールな軽やかさがフレッシュに踊る新しい白山。キリッと冷やしてグラスに注げばフルーティーな香りダイレクト。あの酒とはわけが違う。新しい生吟醸酒白山マイルド新発売。川に落ちた可能性もありますね。とりあえずこの辺の石当たってみよう。はい。心配しなくていいのよ。ここはね、私んちだからね。大丈夫よ。小春姉
しょうがないじゃないのよ、乗りがかった船なんだから。だってお帰りなさい。どうしたの？ただいま。あのね、物分けだめよ、何も失敗しなくていいね。よちよちゃん、はい、かなちゃん、おやすみ。この人、ちょっと、お姉さん。まだ子供だね。ずいぶん疲れてるみたいだ。ねえ、小春姉さん、やっぱり警察に連絡しよう。小春お姉さん、よしおさんどうする？そうよ、あの人みきちゃんがいないのいいことにこの上に転がり込んできてるって言ってたの。大丈夫よ、事件続きでね、ここへ来てからまだ一度も帰ってないの。あ、大丈夫。今日は怪我人扱ってねえな。そうですか、うん、もし銃で撃たれた男が担い込まれたら必ず連絡してください、うん、じゃあ、やめ失礼しました。いやちょっと酒控えた方がいいね。だけ今日はようやく家帰れると思ったのに、これじゃ何にもしないうちにミキちゃん帰ってきちゃうじゃないか。何ですか？ん？いや、なんでもない。相変わらず酒臭い息でしたね。でも腕はいいんだろ？治療費丸時払いの催促なし。この所轄で僕が理解できない人物の一人ですよ。他にいるのか？小春さん。小春？あれはただの芸者だろう。ただの芸者が新井さん親子の面倒なんて見ます？何言ってんだお前、小春は俺に惚れてんだよ。そんなことも分かんないのか。はい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 。なんだよ、暴力団同士の勢力争いかもしれませんね。あの銃声と近く目撃者がいない以上何とも言えんな。とりあえず対馬組の事務所で当たってみるか。最近何かと活発に動いてるようだしな。組長がよぼよぼですからね、後目争いかもしれませんよ。後継ぎいないのか？息子がどっかにいるにはいるらしいんですけどね。どっかの国が狙ってる可能性もあるな。さっきのやつってのはなんだ？襲撃でも受けたか？いや、別に。そうだよな、近所からの通報も受けてないし。親分が狙われでもしたか？そうなんだな。違いますよ、何も起こってやしませんよ。橋の上の銃声はお前らが撃ったやつだな。はじきなんか持ってませんって。それはいずれわかる。とにかく何があったか言ってみろ。旦那、本当に何も起こっちゃいませんよ。じゃあ我々で調べる。行っていいぞ。図星だったみたいですね。あ、そう。しかしお前さんもよくまあそうやっていろいろと抱え込むね。感心しちゃう。私が呼んでるわけじゃないんですよ、向こうから飛び込んできちゃうんですから。そりゃそうだろうけど、どうしたいんでしょうか。ことがことだけにね。まあ警察に頼むのが順当でしょう、やっぱり。ですけど。いや、分かってます。そう言われてもそうすることができない。それでこそ芸者小春だよね。ほっとけないのよね。関わらなくちゃいられない。どうもすいません。いや、謝ることはないけど。あのね、小春、はい、
ここの向こう島のこれね、かなり複雑なんだよね。複雑って何ですか？よくわからないところがあるの。はあ。跡目がいるらしいんだけどね、それもよくわからない。もうとにかく複雑。できたら関わりやってほしくないのよね。私常務さんのご迷惑になるようなこと絶対いたしませんから。そう言いながらいつだって何かあるんだもの。いいえ、決していたしません。そう、ね、もちろんです。しかし何なんだろうね、お前さんにはこの事件を呼び寄せるような電波でもなんかあるんじゃないのかな。知らない男の人見たような気がしたけど、やっぱり本当に見たんだ。ちょっと怪我してんだよ。知り合いの人？うん、まあね。花もいるし、いつまでも人影にいかないな。何してる人？ちょっとな。仕事よ、何してる人？おう、ほら、もう学校行かなくちゃ。あ、遅刻だ遅刻だ、ほら。いけない。急ごう急ごう。ほら、花なの？昼過ぎに田代先生来てくださるんだから、それまでゆっくりここで寝てらっしゃいよ。あの医者が？うん。何か？いや、なんでそんなに親切なんだよ。だってほっとけないじゃないの。それにあんたそんなに悪い子でもなさそうだしね。どうして悪い子なの？そんなことデメで言えっかよ。でしょ、だから私が言ってあげてんじゃないの。ねえ、うちどこなの？ねえよ、そんなもん。勝ってんねえ、うちないの。俺が何やったか知ってんのか？ああ、ろくなことやってないでしょうね。ヤクザに撃たれるくらいなんだから。あんたもヤクザ？どうしてヤクザなんかやってんの？他になりようがねえからだよ。そんなことないわよ。この世の中、働こうと思っていくらでも働き口あるわよ。格好悪いのばっかじゃん。ヤクザなんて一番みっともないじゃないの。下っ端はな、上に行くほど格好悪いよ。金が入る、世の中金だ。金のねえやつは虫けらだ。じゃあ私は虫けらだね。お腹空いてな。空いてんな。今ね、納豆しかないんだよ。納豆でいい？うん。よしよしよし、よし食べよう。納豆納豆。大いなるナパバレー、光と風が舞い、水あくまでも澄む。選ばれたカリフォルニア米を磨き上げ、ここナパで生まれた清州白山、爽やかな味と香りに酔う。添え、中、止め、三魂の酒。ここナパからフレッシュな旨味、清州白山、高南みりん、西本貿易より好評発売中。手がいいからキリがない、香りがいいからやめられない、ビールは Z。 アサヒ生ビール Z。 ビールは Z。 手がいいからキリがない、香りがいいからやめられない、ビールは Z。 アサヒ生ビール Z。ビールは Z。 本庁からの資料です。驚きましたよ。地元はもちろん、こんなに東京進出を狙ってる地方の暴力団がいるなんて。この中の一つが昨夜の発砲事件を引き起こした可能性もあるな。だとするとこれは単なる始まりに過ぎないかもしれませんね。早うち目をつまんと大変なことになる。なめられたら終わります。土左衛門の報告はまだない？ありません。撃たれた人間は生きてるってことだな。そいつを捕まえて何としてでも背後関係調べるんだ。根元からだたんといたちごっこだ。
ヤクザだ。何でしょう。今入ってた芸者は何て名前だ。小春です。小春か。はい。もういいぞババ、行けよら。ありがとうございます。わあ、大変大変大変よ、あんた。ああ、あんた、どうしたの慌てて。ヤクザがね、あんたの名前聞いてたの。小春姉さん、昨日の。昨日なんかあったの。いや、金魚さん何でもない。そういえば銃声が聞こえたって誰か言ってた。誰だ。小春は。おめえこそ誰だよ。俺はここの主だ。旦那さん。まあそんなもんだ。君は。俺はちょっと怪我して小春さんに厄介になってます。怪我。何の怪我。骨折だ。田代先生、小春さんから連絡もらってな。寄せてもらった。さっきの男はな、刑事だよ。刑事。ああ、大した傷じゃねえんだ。とっとと消えてみせろ。小春の迷惑になる。ああ、お前いくつだ。関係ねえだろ。自分が利用されてるだけだってことは分かんねえのか。何。お前鉄砲玉だな。捕まっても少年扱いで、数年で出てこられるとでも言われたのか。大きなお世話だよ。幹部の椅子を開けて待っててやるとでも言われたのか。うるせえな。ああ、終わったよ。いいか、ヤクザの約束ほど当てにならないものはないんだ。あんなものは人間のクズだ。映画に出てくるようなヤクザなんてどこにもいやしないんだ。最低の男たちだ。ゴミの集まりだ。腐ったものに湧くウジだ。やるな。何すんのよ。大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。ちょっとこんな感じ。ほっときなさい。だってどうせ末路は決まってるんだ。どっかでのたれ死にするに決まってるよ。俺はな、絶対そんな無様な死に方はしねえ。小春、これ以上かかっちゃダメだ。でも小春。運ばれたのか。寝ぼけてたからよくわかんないけど、そうだよ。失敗したな。お父さん。え。ミキさん、あさって帰ってくるよ。あさって。そんな早く帰ってくるのか。うん。そうか。なんで俺にそんなこと言うんだ。これ持って帰っておいた方がいいんじゃない。これ。うん。どこへ。警察の道場。無理だよな。今夜一晩じゃ小春とできんな。なんだよお前。お父さん別にそんな不謹慎なことを考えて戻ったわけじゃないぞ。何不謹慎なことって。いかん、至急あの男を探さなきゃ。男って何考えて生きてんだろう。大丈夫だよ。うん、田代先生もそうおっしゃったけど、
でも産んだりしたら大変だからね。自首する。いずれにしろ自首はするよ。そうなの？そうよ、あんた若いんだもん、何度だってやり直しできるわよ。嬉しいな、よかったよかったよかった。必ずよ、約束ね。私会いに行くから、あんたにきっと会いに行くからね。さあ支度しなくちゃ。じゃあ私行くけど元気でね。あんた、あんた帰るうちあんのよ。私のとこ戻っておいで。あそこね、みんなの家だから。あんた帰ってくるうちあるんだからね。じゃあね。香りとうまさが生きている。生酒のまろやかさと喉越しクールな軽やかさがフレッシュに踊る新しい白山。キリッと冷やしてグラスに注げばフルーティーな香りダイレクト。あの酒とは訳が違う。新しい生吟醸酒白山マイルド新発売。西本貿易グループの提供でお届けいたしました。三ノ瀬東京、信頼で結ぶノンストップアメリカン。きめ細やかなサービス、日本の心でおもてなし。本格的な日本食も、特にファーストクラスとビジネスクラスのお客様には最高のくつろぎの場としてクオリティサービスを提供しております。三ノ瀬国際空港と東京成田間を週6日ノンストップで結びます。快適な空の旅なら迷わず選ぶアメリカンエアライン。航空便で送るフレッシュギフト。大粒で甘いフレッシュなチェリーの味と香りを日本の皆様へ。センカインターナショナルがワシントン州の産地から航空便で直接日本の皆様へお届けいたします。ごく限られた期間だけの贈り物。お中元にも最適なアメリカンチェリー。お申し込みは6月30日までに空港近くの1000回、またサンホゼケーズ資生堂サンマテオのスパークでもお申し込みを受けたまわっております。1000回インターナショナルはアメリカンエアラインサンホゼ成田間のお土産サービスも始めました。フルーツやビーフステーキなど成田空港でお受け取りください。アメリカンエアラインお土産サービス。お申し込みは千華インターナショナルにどうぞ。売れてます、新鮮です。いらっしゃい。日本食料品なら何でも取り揃えているサンマテオのスルキスーパーマーケット、セブンデイズオープンしています。クパティのレストラン池の花、寿司カウンター、ダイニングルーム、お座敷など、日本情緒あふれる雰囲気。そして池の花自慢の生き魚料理が今評判です。池の花はクパティのスティーブンスクリークとディアンザブルバードの角、アルビスドライブです。ぜひ一度お立ち寄りください。お米って大事に扱わないと壊れちゃうので、いつも抱いて歩いてます。浜木前はね、私ね、出始めた時からずっと買ってるんですよ。古来
鹿は千年の弱いを経て白鹿になると語り継がれる。際立つうまさ、酒は灘、黒松白鹿。腸からエキストラドライ。それはどうかな。本人がそう言ったんです。だったら今すぐすればいいんだ。若いからいろいろ悩んでんですよ。あの子絶対自首すると思います。うん、まあそれに越したことはない。私信じてます。小春に信じられたらそうせざるを得んかもしれんな。先生、あの子根はいい子なんですよ。いや、そんな同情は禁物だ。そんなこと言ったら普通に生きてる人たちの立場はないだろう。みんな苦しくてもちゃんと生きてるんだ。甘えだよ。ヤクザなんてのは所詮はクズだ。まあ俺もそうだけどな。先生違いますよ。まあ先生、ヤクザと一緒にしないでくださいな。出て行こうと思ってるんだよ。ここですか。ああ困ります。先生どちらいらっしゃるんですか。すいません。うん、そうですよね。先生みたいな方いつまでもここにいさせるっていうのが酷なんですよね。先生にはもっと日の当たるいい場所があるはずですもんね。日の当たる場所は、そんなもんあるもんか。こんな飲んだくれのろくでなしに。出ていけないからいるだけのことだ。瀬戸内海の小さな島に呼ばれてるんだ。以前からこんな俺でも呼んでくれる場所がある。ありがたいもんだな、世の中ってのは。先生、この町には先生が必要なんです。先生、みんなすごく感謝してるんですよ。本当にお願いですからここにいてください。お願いします。いや、いるから抜け出せないんだ。まあ、この町が俺の家みたいなもんだからな。いらっしゃいませ。しまくりなもんだ。座敷に案内しろ。でしょうか。まあいい、夜は長いからな。ゆっくりあんたらの芸楽しませてもらおうか。小春さん、怖い怖い。どうして私に言わないで小春さんたちすぐにお座敷に行かせたの。すみません、いや怖かったもん。まったく。あ、岡部さん、危ない。何言ってんのよ。小春さんたちのよっぽど危ないわよ。あ、岡部さん、なんだ。誠に申し訳ございませんが、お姉さんたちに次のお座敷がかかっておりますので。あ、申し訳ございませんが。ふざけんな。おかみ、この芸者たちは今夜我々がずっとお世話させてもらってるはずだ。はい、あのそれはもう十分承知いたしております。さあ、言わねえんだ。ちょっと待ってください。おかみさん、邪魔しない。あ、夜はこれからだ。わかりました、お教えいたします。あなた方が探している人は東向島警察署におります。何、本当か。はい、小春、調べればすぐ分かることだ。どうぞお調べください。小春姉さん、本当に本当に本当に本当よ。ですからこの二人どうか話してやってくださいな。もし私が嘘ついているようでしたら、煮るなり焼くなり好きなようにしてくださって結構でございます。どうかよろしくお願いします。分かった。おい、ご苦労だったな。もう帰っていいよ。
これは少ないがご祝儀だ。いりません、小春姉さん。大丈夫、早く早く。おかみさん、それはまずいですよ。料亭がお座敷のことで警察を頼んじゃ、あの下流会の笑い物になりますよ。お客さん来なくなりますよ。小春さんたちほっとけないでしょ。いや、しかし。おかみさん、いや、ちょっと、おまえちゃん、小春さんは。それがどうしました。常務さん、